はい、今日もですね、妖怪ウォッチやっていきます。最近ですね、僕がちょっと忙しいのと、あと登録者数の方がですね、3万人を超えたというのもありまして、1日につくね、コメントの数が結構半端ないことになっていまして、なかなかね、返信の方ができないんですけど、申し訳ないです。うん。あとね、ちょっと忙しくて、ゼロですね。ホラーゲームの方がですね、ちょっと動画としては撮ってあるんですけど、編集の方が忙しくてできてなくて、動画のアップロードがちょっとできてないんですけどね。はい。まあね、もうちょっと落ち着いたら、今まで通り、妖怪ウォッチのね、動画とか上げることができると思うんですけども。はい。で、今回はですね、何をやるのかというと、クエストですね。いろんな街行って、なんか楽しそうなクエストないかなと思ってね、探してみたんですけど、やばい。クエストの数がほとんどなくなっているね。うん、やばいな。妖怪ウォッチのゲーム実況はですね、あと1ヶ月ぐらいは、最低やりたいかなと思っているんですけど、まずいな、この調子だと。ちょっとね、だんだんネタ切れになってきた感じがします。まあでもね、まあ妖怪ウォッチの発売からもう3ヶ月経っているんで、まあこんなもんなのかもしれないね。うん。だからね、早く隠しボスのギアマンドクロとかね、なんだっけ、おむすびみたいな名前の隠しボスいますよね。早くあれ解放してくんないかな。ネタ切れなんだけど。はい。ということで、今回は感知のクエスト、これをやっていきます。なんかね、見た感じ少し、噛んだ。すぐ終わってしまいそうな感じなんですけど、やっていきましょう。うん。感知。相当久しぶりだよ、感知。2ヶ月ぶりぐらいのね、登場。あ、ふみちゃんじゃん。ふみちゃんも電車？そういうわけじゃないけど、かんちくんはどっか行くの？いや、さっきまで桜中央シティまで行っててさ、カメカメカメラで新作ゲームを買ったんだよね。んで、その帰り。え、何買ったの？いろいろあるよ。あれとあれと、5本くらい買ったかな。かんちはちょいちょい自慢話してくるんだね。5本ってちょっと買いすぎじゃないかな。僕も大人になってね、ちょっと金銭的な余裕がある程度はあるんですけど、新作のゲームいきなり5本も買ったりしないよな。絶対ね、やらないでほったらかしにしちゃうんで、そんなこと絶対しないんですけど。まあ、買おうとしたら1本とかね、せいぜい2本ぐらいまでだよね。うん。最近ね、いろいろ買ったんですけど、やらずにほったらかしにしてるゲームがね、ある。ドンちゃんのゲームかな。任天堂 3DS の、ドンちゃんのね、太鼓の達人の新作のゲームがあったんですけど、それ一回もまだやってないな。やばいな。え、そんなに？あ、ちょうど熊でも誘って、夜ゲームやろうかと思ってたんだけど、ふみちゃんもうち来る？好きなゲームもあるかもよ。でも夜でしょ？夜にさ、ね、男の家に行ってゲームってちょっと嫌だな。いやー。まあでも行くか。あれ買ったからうち来る？レベルめちゃくちゃ低いな。うん。うん、行く行く。よし、じゃあ僕はクマを誘ってから帰るから。ふみちゃんは夜になったらうち来なよ。うん、わかった。あれ、そういえばカンチの家ってどの辺でしたっけ？そよ風ヒルズだよね。カンチくんちって、セレブなんだよ。まあでも中途半端なセレブですけどね。うん。ちびまる子ちゃんの花輪くんとか、あとなんだ？金持ちのキャラ。クレヨンしんちゃんの愛ちゃん。うん、それに比べたらもう全然格下ですけどね。ドラえもんの骨川スネ夫とどれ同じぐらいかな？うん。ちょっと小金持ちぐらいだよね。セレブっていうのはちょっと違うんじゃないかな。あ、だいたい6時過ぎくらいに来てよ。うちあんまり遅くなったらさ、友達入れてくれないからさ。じゃあまた。うん。じゃあ早速。さあ、じゃあ、夜の6時になったらうちに来てくれよっていうことなんで、ちょっとベッドに戻って寝ましょう。さて、相当久しぶりにカンチの家に行くんだけどさ、カンチの家ってどこだっけ？あ、こっちだ。超久しぶり、2ヶ月ぶりかな。うん。今回のクエストはゲームをやるだけなんで、あっという間に終わってしまいそうなんだけどな。あ、あれ、スネちゃまみたいなお母さんがいない。
出迎えてくれない。あれ、カンチの家ってこんなか、あ、いた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 。あ、お父さん見るの初めて。どんな顔してんだろう。あ、いやー、これはまたなんかいやらしい顔してるというか、嫌みったらしい顔してるね。カンチは僕の子供だから間違いなく芸術の才能があるだろうね。この天才デザイナーである僕の血を引いているんだから。うん。ちょっと嫌味なやつですね。うん。これはすごいな。スネちゃまみたいなね。骨川スネ夫のお母さんと顔が似てるな。カンちゃんったら町内の、絵画コンクールで賞を取ったのよ。勉強もできて芸術の才能もあって、やっぱりあの子は天才ね。うん、ちょっと嫌味な性格ですね。うん、嫌味な性格なんだけど、僕が一番ね、羨ましいなと思ったのはこれ、洗濯機。ドラム式だ。僕今一人暮らしなんですけど、僕が今住んでるね、この部屋にも、この洗濯機ないし、実家にもないな。使ってみたいな、このドラム式。へぇ。なんか、お風呂はなんか普通だな。あ、いや、しかし景色がめちゃくちゃいいな、これ。軽く露天風呂みたいな感じになってんな。いいな。さて、感知とゲームするだけなんだけど、なんかめっちゃ反応してんな。あ、ケータもだ。感知くん来たよ。おー、ふみちゃん、早かったじゃん。でも、クマももう来ちゃったんだよね。あと、ふみちゃん、こんばんは。あ、ケータくんも来てたんだ。うん。帰りにたまたま会ってね。ついでだから誘っといた。4人もいるんだけど、何やるんだね。何やるんだろう。格闘ゲームでもやるのかな。いや、格闘ゲームは2対2だけど、あ、1対1か。でも、ふみちゃんもいるし、ケータはいなくてもよかったよな。え、ちょっと。それじゃあ、まずテレビつけよっか。もう、カンチの家だから、テレビとかめちゃくちゃでかいんだろうね。うん。って、あれ、ない。え、何が？テレビのリモコンどこに行ったんだろう。なんだよ、ここにあるじゃん。違う違う、それはレコーダー。テレビのはもっと大きいんだよ。あれ、なんでテレビのだけないんだろう。あ、ねえ、ウィスパー、これって、え、まさか妖怪の仕業とかまた言うつもり。え、妖怪の仕業とか言い出すんじゃないでしょうね。まさかでしょう。ちょっと何でもかんでも妖怪のせいにしすぎだろ。違うの？いやいや、あた、テレビのリモコンなくすくらいで。でもリモコンってすぐなくなるじゃん。妖怪のせいかも。ちょっと、何でも妖怪の仕業にする癖がついちゃってませんか？でも探してみる。いなかったら普通に探せばいいだけだし。はは、あるわけありませんって。僕の小さな頃はですね、ブラウン管テレビで、テレビ本体にね、チャンネルとか、スイッチとかね、そういうボタンがついていたんですけどね、気がついてみたら最近の液晶テレビはね、本体にはついてないね、チャンネル変えたりとか。だから本当にこれと全く同じで、リモコンがなくなってしまったらもう何もできないっていうね。あ、妖怪の反応があるけど、これそうなのか。リモコン隠し。妖怪を見つけた。こいつがリモコン隠したっていうことか。あ、いた。もしかしてテレビのリモコンが見つからないのって君のせい？そうです。私がリモコン隠しです。わ、あ、そういえばそのまんまみたいな名前だったんだね。ウィスパー、なんで知らなかったの？いや、だってリモコン限定ってそんなね。もういいや。でも私たち困ってるの。リモコン隠すのやめてよ。そういうわけにはいきません。リモコンは私の恋人同然。奪おうとする方は許しませんよ。なんかめんどくさい妖怪だな、これ。リモコン隠し。ちょっと待って。これちょっと一瞬で倒してしまうんじゃないか？鬼姫のレベルがそんな高く、あ、やべえ、一撃だ。あ、
なんか今回のクエストはあっという間に終わってしまいそうな感じがする。え、もしかしてこれでおしまい？よし、これで。あった、リモコンあったよ。こんなとこにあったんだ。ほらね。まさかこんな地味すぎるトラブルまで妖怪の仕業とは。よし、それじゃあ早速ゲームやろうぜ。また俺の負け？みんな強えよ。クマが弱いんだって。でもうこんな時間じゃん。あ、ちょうど、何これ ?YS?YS でアニメやるんだけど見てく？あー、見たい見たい。うち YS って映んねえし。俺も見てく。みんなで見るのってワクワクするよね。うん、私も。んじゃあ早速チャンネルを変え、あれ？このクエストまだ続くのか？どうしたの？どのチャンネルに変えても YS の番組だけ映らないんだ。あ、これってもしかして、なんだろう、これまた妖怪の仕業？いやいや、さすがにまた妖怪の仕業ってことはないでしょ？わかんないよ。私探してみる。また？あ、これまだ続くんだね。あ、っていうか、カンチの家のテレビって大したことないな。普通じゃん。32型ぐらいかな。やべえ。うちの実家のテレビの方がでかいかもしれない。うん。なんかパソコンも結構普通だな。僕が使っているパソコンと全く一緒な感じがする。あ、ここにいる！ここにいるじゃん！こいつか。何この妖怪。あれ、もしかして、オイランじゃん、これ。あれ、これ、このクエストに関係ある？あれ、なんか関係なさそうだね、なんか。おい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 。びっくりした。なんでオイランがいるんだろう。ちょっとアイテムとかくれるかな？キャー、素敵！星がこんなに大きく見えるわ。あれ、何の星かしら？名前わかんない。キャッキャー。ここでお星様が見られるなら、もうこれはいらないわね。あなたにあげるわ。流星のバッジを手に入れた。あ、全く関係なかったね、この花魁。あ、この反応がある方が本物か。何の妖怪だろう。デンジン？あ、こいつか。ほら、やっぱり。うそー。イエーイ、この家の電波うまいぜ。やっぱ今はやり、え、何、今流行りの電波は YS デジタル、これだよな。ほら、この妖怪がいるからテレビの YS が見られないんだよ。うわー、また地味な YS 限定。ほら、やるならもっと派手にですね。おいおい、おいらの食事の邪魔すんの。こいつは電波を食う妖怪だったんだね。ああ、電波小僧。電波小僧。電気をパクパクするから電波小僧？あ、そういうことか。なんかネーミングがなんかね、ひねりがないというか。うん、しかも弱い！弱いなぁ、もう。弱いなぁ、もう。もう大丈夫なはずだよね。あ、映った。YS 映ったよ。でももう終わっちゃったみたいだ。あ、残念。なんだよ。まあ、しょうがないって。他のことしよっか。でもこれでもうトラブルは起きないよね。そうですね。もう何も起きないといいですけど、起こりそうだね。うん。それにしてもさっきから地味なトラブルが続きすぎじゃないです。いつもの妖怪不祥事案件はほら、もうちょっと派手じゃないですか？は、まさかこれも妖怪の。え、いやいや、本気で言ってます？まさか、ですよね。とはいえ次はどんなトラブルが起きるかわかりません。あ、まだ続くんだね、このクエスト。念のため他の妖怪がいないか探してみた方がいいかもですね。あ、いるね。今回のクエスト地味だな、本当に。これか。
ん？どれ？開いた。あれ？これなんだろう？あ、ジミーだ。あ、なんかいた。すごいですね、こんな地味な僕を見つけてくれるなんて。あれ、これってまさか。あの、ごめんなさい、僕がこの部屋にいるせいで。ああ、こいつのせいだったんだ。どうも地味なトラブルばかり起きてるみたいですみません。え、本当に君のせいだったの？いい、そういう妖怪ですんで。自覚しているんだったらどっか行けよ。マジで？あ、こういう時戦って懲らしめてもらうんでしたっけ。それじゃ行きますね。あ、もう準備いいです。では、バトルに入るのも地味ですね。こいつが悪かったんだね。なんか弱そうだな、地味。あ、これもしかして仲間にできる？あ、ダメだ、アイテムあげられない。うん、弱かった。ああ、僕の負けですね。それじゃあさようなら。まさか あんな妖怪のせいで地味なトラブルが、地味なトラブル続きだったなんて。どうです、妖怪ってすごいでしょ。なんでウィスパーが自慢げなの？あ、もうこんな時間だ。ごめん、みんな返さなきゃ怒られちゃうよ。あー、俺もそろそろ風呂入らなきゃな。うん、夏休みの宿題も残っているしな。あ、そうか、妖怪ウォッチはまだ夏休みなのか。羨ましいな。嫌なことを思い出させないでくれ。じゃあみんな、またね。じゃあね。あ、これで終わりですね。なんか今回のクエストめちゃくちゃ地味だったね。バッチリ解決。うん、ミュージックカードか。うん、当たりかな。あ、やべえ。当たりも地味だな、今回。小経験値玉。使えないじゃん、これ。はい、なんかあれだね。ミュージックカードゲットしましたけど、なんか音楽でもゲットしていこうかな。うん。あ、5枚ある。これさ、あれ？これ解放するの大変だな。全然解放できてないじゃん。あー、なんか持っている数があと5個しかないんだけどさ、これ全部解放できないな。まあいいか。はい、じゃあ今回はですね、ここで終わりたいなと思います。今日はあともう1本妖怪ウォッチバスターズやろうかな。うん。